はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフアンヤ王国編第20章ですね、やっていきたいと思います。まあ、ここにフェリシアがいますけど、もうこいつは戦争には出れませんからね。悲しいことだ。羊変えようかな。ギュンターとかって死んでるし。うちのメイドシリーズは死人ばっかりだな。かといって一般兵にするのもな、なんだかな。これといって特徴がないからな。かといってな、ジョーカーにするのもあれだしな。まあフェルシアにはお留守番としてここを守っていってもらうか。じゃあ次の章ですね。20章、風の村の覇者。陽子の山を越えた一行は風の部族の村に行き当たる。ここを通らねば王都へたどり着けない。戦いを避けるためミカミックスは部族の長の説得を試みる。まあ、どうせ説得を試みるって言っても戦闘になるんだろう。風の村ってだってもともと白夜の人たちじゃないの？全然ダメだったよミカミックスお兄ちゃん。風の部族の人たちにこの村通っていいですかって聞いたけど、村には一歩も入るなって言われちゃったよ。そうか、困ったわね。今の私たちが進める道は中立の立場であるこの風の部族の村以外にはないのだけれど。あ、中立だっけ、あれで中立だなんて嘘ばっかり。カミラお姉ちゃんの色仕掛けにもなびかないなんて。きっとアンヤ王国のことが相当嫌いなのよ。エリーゼったら、私は色仕掛けなんてしてないわよ。けれど嫌われるのも無理はないわね。この村は昔アンヤ王国が差し向けたノスフェラトゥが被害を与えたことがあるらしいもの。そうか、しょうがない。俺がもう一度話をしてくる。もしアンヤ王国のしたことが原因で俺たちを恨んでいるのなら、向こうの納得がいくまで謝罪して信用してもらうしかないだろう。まあ、なんて優しい子なの。でもあなたが言ったところで話が通じるかわからないわよ。もし何かされたらどうするの？私心配だわ。さすが奥さんだ。姉さん。姉さんじゃない、奥さんだろ。心配してくれてありがとう。だが俺たちは一刻も早く戦争を終わらせなければならない。そのためにできることなら何でもする。それがこの刀に選ばれた者の責任だ。金詰めばいいじゃん、金。だから少し待っていてくれ。王族なんだからさ、時間はかかるかもしれないが、きっと説得してみせるさ。ミカミックス、だって龍馬兄さん金積むって言ってたもんね、白夜の時。お、来た。フーガじゃないか。なかなか志の高い者のようだな、異邦人よ。あなたは？私はフーガ、風の部族の族長だ。族長？俺はミカミックスと言います。族長がなぜここに？ああ、入り口に違法の者たちがいると伝令が入ったのだ。聞けばアンヤ王国の王族を名乗ったというではないか。そのような者たちがこの辺境の地に来るなど何か事情があるのだろう。お前たちの話は私が聞こう。本当ですか？てかなんで刀持ってんだよお前、しまえよ。怪しまれんだろ。だがこの場所では風に阻まれる。これより我が城烈風城へ来るがよい。ミカミックスと言ったな。私もお前に聞きたいことがある、お前の持つその刀について。てかなんでこの時に限って刀持ってんだよ、いつも本持ってんだろお前。事情は分かった。お前たちの軍、我が部族の村に入ることを許そう。部族の皆には私から話をしておくことにする。ありがとうございます。フーガ様、それで先ほどおっしゃっていた俺に聞きたいことというのは？ああ。お前のその持つ金色の刀、その刀はもしや伝説の人刀ヤトの神か？はい、どうしてそれを？私はかつての白夜王スメラギの親友であった。だから奴から聞いたことがあったのだよ、人刀ヤトの神の伝説を。白夜王の親友、
では、フーガ様は俺たちの敵なんですか？いや。我が部族はあくまで中立。私個人も親友が白夜王であったからといって、白夜側につくつもりもない。ただし、よいか。その持つ、お前の持つその人刀、雅の鍵。その刀は炎の紋章をつなぐ鍵となるもの。もしそれが邪悪なる者の手に渡ったら、世界を破滅させる力を与えることになる。スメラギはそう言っていた。虹の賢者様も同じことを言っていました。それをつなげることが、この刀を持つ者の使命だと。いかにも。だからお前が雅の神に、操るに足るものか。今ここで見極めさせてもらう。もしその刀を持つ資格がないようであれば、それは自分がもらい受ける。まさか。それはフーガ様と戦えということですか？まあ。その通りだ。見事勝利すれば私はお前を認め、この先の通行を許可しよう。ただし力及ばず敗北した場合、この村を通ることは許さぬ。そんな。大丈夫だよ。ミカミックス兄さん、いつも通り力を見せればいいんだよ。心配するな。私たちも力を貸す。今のお前ならきっとできるはずだ。おお。ブリュンヒルデとジークフリートを持つ者たちか。確かにミカミックスと共に戦う者たちの実力も見ておきたいところだな。ではこちらも相応しい兵を用意しよう。私に次ぐ手だれの者を呼ぶ。つくよみ。あれ、つくよみじゃないの。ここにいるフーガ様。子供？子供ではない。私はツクヨミだ。この私が直々に相手をしているのだから、ありがたく思うがいい。はい。なんだかすごい威圧感だな、子供なのに。何？だから私は子供ではない、フーガ様。そうむくれるな。悔しければ戦いで力を示せばよい。お前のまじないの際は風の部族で一番だ。思う存分奴らに試練を与えてやれ。もとよりそのつもりだ。つくよみ結局一回もつかなかったな。我々は城の外にて待っている。準備ができたらいつでも来るがよい。はい。オーケー。まずはドーピングだ。戦いの前のドーピング。どこまでだ。アシュラまでか。ってことはいつも通りだな。まあちょっとメイドが女から男に変わりました。ジョーカー。ちょっとモチベーション下がるな。ちゃっとドーピングしていきますか。間違えた。こっちか。ヒットポイント、魔力、速さがあるね、一個。守備も上げよう。守備、ヒットポイントと。こいつは力も上げとくか。モズメとかなんかもう忘れちゃったな。何上げてたっけ。こいつは魔力を上げとこう。魔力低いからな。ちょっと守備はいいや。力でいいのかな。ヒットポイント、魔力、守備。守備、魔力、ヒットポイント。ヒットポイントがめっちゃ減るな、やっぱり。ヒットポイントと守備か。力上げとくか。こいつなんだっけ。そう、男の場合は力が普通に強いからな。で、守備、力、ヒットポイント、ここまでか。 OK、 いくぜ。このマップでは敵軍ターン終了時に風の範囲内にいる自軍ユニットは風によって5マス移動させられます。5マス先までに足場がないマスがある場合は次の足場まで移動させられます。制圧。アンヤ兵は結構なんかいろんな条件があるな。これ何？風で敵を強制移動し、吹いている風が止む。なるほど。あ、宝箱あるな。とりあえず風は止めた方がいいんじゃないか。じゃあまあちょっとマークスをこっちに派遣するか、リューメック使おう。ほいこいつら使ってこないよね。お、風が止んでる。いいね。これで行こう。とりあえずエルフィーを攻撃に出して、こっちの方が若干弱いけど、まあいいか。そうか。またこれか。
モズメ。気をつけてね。終わりだ。強なったかな。すげえなモズメ。こうやって見るとめっちゃ上がったし、主人公をどんどん進めていくか。下をどうするかな。下は普通にレオン連れてこう。で回復役はエリーゼでしょ。こいつ飛べるな、すげえな。うわあ、そこに弓持ちがいるか。ここら辺だったら食らわないんだろう。ちょっと飛んでるやつらは2人くっつけていくか。でこいつが回復役。ブレイブヒーローって強いのか、そもそも。で上のやつはこいつで攻めちゃおう。うおー、まじないか。ってことはあれだな、こいつを連れてこう。でカンナはこっちかな。でアシュラーもこっちでいいか。狙ってきたー。まさかスピア使ってくるとは。無駄。よし、まず 1% 倒したんでかいな。カミラもう13か。いち早く15に到達しそうだな。あれ、なんか去ってったぞ。なぜだ。うおお、また風が。ってことは、ってことはだよ、カミラで一旦これを龍脈使うか。はい、いやー吹っ飛んでた。で一応マークス、奥攻撃できるかな。いけるな。ジグフィートの力を見よ。てかこれ相手もあれじゃね、上級兵じゃない、もしや。槍製だやっぱりな。ちょっと残るか。始めるけどな。でこいつでこいつをぶっ倒す。手斧、手斧強い。大丈夫、仕留めた。打ち取ったり。でエリゼ、ここはどうだ。いけんな、倒せるな。面白い。ファイヤー。まエリゼもたまには参加させないとね。魔法書のレベルが上がらないからな。あれ、こっからこっちっていけねえじゃねえかよ。よく見たら下のやつらちょっとほっとこう。制圧だしね。ラズワルドどこまで行ける。ここまで行けんな。まあ倒せるっちゃ倒せるから。おお、カシャ、ナイスだ。よし、レベルアップ。11。うおー、1個しか上がらなかった。悲しすぎる。アクア歌うと。じゃあどうすっかな。こいつ何兵だ。陰陽師か。やっぱゼロを投入するしかないな。あそこ何がいるの。剣投げ、剣持ってるからか。ボーナイトのここまでは来ないよな。ちょっと危険予測しとこう。倒せる。当たればだけど2発77が2回当たる人も考えて。うお、痛い。よし、あっけないな。ちゃんと魔法防御を当てるか普通の防御力を当てるか考えていかないとな。
ックマン。回復はこっちにやろう。下の部隊が上に来るからな。これで、あれ、あと動いてないの？あ、主人公か。え、なんだ、魔法か。来たな。お、ここ風が吹いてるけど、まあ、吹っ飛ばされても下にゴマスか。うーん、陰陽師、死にはしないけど、まあ、後ろから倒すか。そうすると、ほら、倒せ倒せ。無双だな。バトラーはバトラー、一応倒せるといえば倒せるから倒しとくか。俺は本気だ。あん、やめろ。いいね。申し訳ございません。こいつ初めて使ったかもしれない、もしかしたら。風止めとこう。誰が吹っ飛ばされるかちょっと見とかないとな。てか見てもわからん。おお、ここに来た。ひこいつ飛んでんのか。来るな、ぐいぐい来るね。弓食らうとかなり危険だからな。こいつに相手をしてもらおう。カンナなんかちょっと機動力少なくねえか。で、こいつも陰陽師だからゼロに任せますか。いやー、魔法防御高いね、やっぱりこいつ。無駄無駄、魔法の効かんよ。行っちまったか。一芸があった方がいいな。まだ足りないな。だって魔法防御が一番高いし。技の叫び覚えた。やったね。叫び系は意外に使える。こんなもんか。ラズワルドはちょっと動かすまでもない。おお、来た。あんなところから出てくるとは。とりあえずこいつはそこそこ危険だから攻撃して、14、ほら。うおー、何を食らってるんだ。で、歌って、で、ちょっともう一回攻撃だな。流石でいこう。久々流石変身。だ、流石になるかな。反撃も流石になるからな。そこがちょっとネックだけど、回復できるか、バトラー。一応春があるかな。オッケーオッケー。で、この間にこいつを置けば大丈夫でしょう。で、どうしようかな。これ右行っても右から上には攻めらんないな。こいつどこまで来る？ここら辺までか。ここに置いとくか。いや、ここに置いとこう。で、うわ、こいつ危険だ。ただなぎなただから射程にはないな。こいつ吹っ飛ばされない位置にいよう。ちょっと待って、こいつそう大丈夫だよな。ちょっと開いたらほっとこう。なるべく吹っ飛ばされない位置に。吹っ飛んだとしても大丈夫か。これでいいや。 OKOK。 うおー、食らった。なんだ、フリーズか。これがいまいち分かんない。おー、危ね。 15×2、 きつい。ラズワルドもいきなり死ぬとこだった。で、大丈夫だよね。よし、
いや、ドーピングしといて正解だったな。来たか。弓兵に攻撃を仕掛けてくるとは、こいつアホか。しかも9から出たぞ、これ。99じゃん。152。99以上出るんだ、そういえば。来た来た。風で。うわ、あ、そういうことか。あっちの足場まで行くってことね。これはちょっと誤算だったな。こいつはちょっと回復に入ろう。え、杖が使えないってことか。まあそうすると、じゃあバトラーで倒してもらって、サポートするよ。よし、終わってないよ。ありがとうございます。礼儀正しい。で、主人公は進んで、ここでリミアスを使おう。風を止まれ。で、傷薬使おうっと。いや、待てよ。こいつらの射程を。魔法防御10しかないからな。かなり危険だ。多分食らったら死ぬ恐れすらある。歌ってで、ちょっともう一回傷薬を使おう。 OKOK。 で、ここの部隊を槍かどう倒すかだな。どっちも変わらず、刀じゃなくて鍵持ってる。負けるときは負けるぞ。倒れろ。ちょっと相性が良くないんだな、サンバーは。こいつは左に持っていくか。これいけんの、あっちに。いけるね。あ、ここつながってんじゃん。なるほどなるほど。ってことは、この宝箱をまずゲットして、ここら辺のやつらが強みじゃねえかよ、お前。よく見れば。ここまで来るか。ってことは、ここで。マジか。なんだ、何の攻撃だ。あ、倒せる。のじめちゃんに任せるか。やばい、一人でおどおどしてる。だが、お前はもう一人で十分戦える力を持っているはずだ。イエーイ、小判ゲット。じゃあちょっと宝箱開けよう。お、新竜石だ。やった、主人公に装備させよう。で、アシュラでこいつを攻撃して、まあ、ヒットポイント1だからな。滅ぼしてやる。滅べ。そうだ、いいね。死ぬのは怖いさ。キラー棒はちょっと弱いけどクリティカル率が高いっていう。よし、テオノいけるな。私がついてる。よく当てれば。あ、刺されたー。ダメだな、機動力がなさすぎる。マークス、左から攻めるか。こいつどこまで行け。あ、ダメだな。死亡者出ないよな、これで。あ、全然。ほら、流石使ったから反撃できない。ファイヤーだったら反撃できたのにな。まあ、ただいった。結構食らってる。うわー、狙ってきたー。こいつ何？いて。魔力の槍持ってんじゃねえかよ。15と6。うん、どっちか重ねると死ぬな、これ。またメイドが死んだよ。うちのメイド全滅しちゃった。ごめんなさい、ニカミックス様。私は敗れてしまったようです。な、見りゃわかるよ。
すみませんが撤退します。せっかくメイドを鍛えたのに痛い。何すんねん。くそー。こんなところに出てきた。でも弓でまずぶっ倒せるっしょ。もう終わりか。で、カミラでまたちょっと龍脈を使おう。こいつ邪魔だな。やっぱこれ飛んでるやつら使えるな。機動力がやっぱ全然違う。どこでも行けるっていうのがいいな。もうメイドどうなってんだよ。うちのみんな使えないメイドになっちゃったよ。で龍脈を使ってお飛んでった。お飛んでった。風を消えろ。あれどこ飛んでった。上の方飛んでったもしや。制圧まで結構時間かかりそうだな、このマップ。見つかっちゃったわね。そうです。おー。回されたか。まあ、しょうがない。うわ、モズメ、攻撃できないじゃないか、お前じゃ。とりあえず、下のやつは、ほっとくか。主人公で、やっぱりファイヤーだな。あ、メイドが殺されたからヒットポイント回復できるやついねえじゃねえかよ。エリーゼ連れてこないと。いや、ここにエリーゼ置くのもちょっとやだな。ラズワルドで下のやつをぶっ倒すか。タイマン張れるか。タイマン張れなそう。ちょっと待ってよ。あ、ダメだ。雷のなぎなただかんな。相性が良くないか。見て、魔法剣ってやっぱ魔力だよな。どうする。こいつをちょっと再動かけるか。ラズワルドに倒してもらおう。カブトが外れてる。こいつもブレイブヒーローになったばっかりだからな。でこいつをここに置いて、あ、しまった。流石の方を使ってしまった。ファイヤーで行けばよかった。無駄無駄。マックスいけるか。いけるな。準備がいい。ほい。暗黒レーザー。私の勝ちだ。こいつどこまで。全然進めない。ここ大丈夫。レオン、あれ、あと動いてないの。あ、こいつが動けないんだよ。だからやったー、小判。あぶねあぶね。おお、回復してきたー。僕も戦うよ。身の程知らずが成敗してくれる。国のためだ。こいつ何レベル ?11 か。でもまだ魔法防御弱いなー。12食らうもんな。ちょっとかわしてもらいたいな、これは。おお、こういう時に限ってかわせない。私の勝ちだ。つくよみ来るか。あ、来ないな。あ、来ない危ねえ。おお、ナイスだ。やっぱり狙ってきたか。大丈夫。痛い。そうだよ、メイド回復役として役立つから入れてたんだ。そ
それが今となっては。ヤトの神どう？あ、どれでも倒せんな。ファイヤーにしとこう。やばい、銃食らうか。あぶねえ。主人公が死ぬと即ゲームオーバーだからな。こいつ龍脈使えるから、こいつをここに置こう。こんなに食らうの？こいつを前面に出すか、じゃあ。魔法には魔法だな。マークさん、魔法防御力が弱いから。ちょっと龍脈を使おう。オッケー。こいつ倒したいっちゃ倒したいけど無理かな。主人公をドライブで回復と。でラズガルドはちょっとあれだな、アクアの近くに行って回復させよう。自動回復。こいつを誰で倒すかだな。これで、ちょっとこいつ、どうするどうするどうする。槍。ここに硬いやつらがいないから、棒ないとちょっとレベルが低いから、ゼロに任せるか。サポートする。勝てると思うな。さすがクリティカルで。まあまあだな。また魔法防御が上がった。こいつ、何持ってんだ。弓か。こいつ動く？動かないね。ってことはこれで倒せれば全然ダメ。やーめた。こいつは死ぬ。死ぬな。とりあえずこの辺できた。うおー、ずるい。回復してきた。だが我がブリュンヒルデの前には、これ何なの、何が罰になってんだか分からん。ブリュンヒルデそんなになんかな、めっちゃ強いっていう感じはしないな。主人公でこいつを倒して、潰してやるよ。すまない。あそこが開いたからこいつで倒して、勝てると思った。でもう一体行きたいけど、こいつを前面に出すのもちょっと怖いな。私はいい。痛い。エリゼ8。幸運が半端ないな、こいつ。誰か鍵持ってなかったっけ。上行っちゃったっけ、鍵持ち。ゼロ、そうするとこっちか。ちょっとカミラは龍脈を使う。やっぱりね、意外に動けない。マジかよ。カンナはここまでか。ラズワルドはちょびちょび回復していく感じですか。ジークフリート、ここちょっと待て。
こいつらだな。オッケー、問題はない。来るか。7、結構食らうな。魔法防御も上げとくべきだとすると、もうあいつは鬱陶しいな。10-3、大丈夫だ。ほんと怖いわこれ。うわー、そうそう、エリンベル対策きついな。さすがだね。もうすでにこのマップ戦死者が出てるからな。回復、お前らは。こいつで攻撃して倒せるよね。共に戦おう。はい、無様だね。左下の宝を取っときたいからな。エリーゼここに置いて、杖、リライブ、レオン、めっちゃ回復する。アドベンチャラーって一応そういえば回復できるんだよな、忘れてたけど。こいつをぶっ倒す。ぶっ倒せない。相性悪しか。一応攻撃をしとくか。87なら当たるだろう。よし。で、主人公でいいかな。ファイヤー。で、アクアの近くに入れれば、とりあえずは回復してくれるかな、ちょっとずつ。下行っちゃうな、わかんない。まあいいや。スクヨミをどう対処するかだよな。カミラはちょっと一回龍脈を使って風を止めるだろう。こいつまだ動けない。動けないね。あ、こいつか。あと魔法防御で攻めるからゼロでぶん殴っといて。効かんよその程度では。で、こいつ違うっすか。おーいった。必殺 28% ってすっげえな。こいつは速さか。で、モズメを連れてって OK。 こっち行けっか。行けるな。全然減らないんだけど。どうすりゃいい俺。剣じゃなくて流石が効く。剣の方が効くか。剣の方が命中率が高いからな。そうだな、一発ぶん殴っとくか。これくらいだったら、この私が相手をしてやろう。思う存分力を示すがよい。せいや、そう、カンナはね、魔法よりね、力の方が強かったんですよね、確か。おお、いいね。力23、魔力19だもんな。じゃ、ちょっと、モズメ。前でとどめを刺す。ビビってんじゃないよ。うわあ、モズメちゃんかわされちゃったよ。で、ゼロはちょっと宝箱開けに行きたいからほっとく。アシュラに任せる。 53% かよ、マジかよ。だってここ攻撃できなくね。カミラお姉さんはどこまで来れる。こっちまでしか来れないか。まああんまり減らないから 53%。 どっちか当たればいいんだな。もう一回当たってくれ。倒された。マジか、なんてこった。ってことはこいつを派遣しよう。サポートして。そこそこ手こずらせてくれるな、スクヨミくんよ。私が
見た目よりはやるようだな。いや見た感じこいつ重装歩兵だろ。すげえ力がとんでもないことになってる。で止めとこう。風は止めとこうも常に。夏祭りで回復で、アクアここに置いて、でアイテムで回復しよう。傷薬よし。こいつら何兵だっけ。槍か。まあ大丈夫だろう。ラズワルドは無理か。こうだな。そうすると鍵誰だ。鍵持ちこいつかよ。よりによって動けねえし。まあジークフリートの前では終わらないよ。おっとガードしてきた。あいつどこ行ってんだ。カメラで狙えるね。サンダーいいね。カミラはねこれが強いよな。よしよしよし。遠いな。こいつを誰でぶっ倒すか。ユンヒルデの力。大丈夫。重いしね。この程度なんだ。でこいつで倒せるな。僕も戦うよ。この兄弟のペア強いな。よくやったな。あとはちょっと宝箱開け合戦だな。あれこれもしかして吹っ飛ばされちゃうんじゃないか。龍脈を使わないと吹っ飛ばされるぞ。こいつ使える？お使えるね。いいね。子供のくせに。こっちからいけんじゃん。さあさあさあ向かいましょう。でマークスお前の出番だ。ふっくらえ。国のためだ。でまあ別にこれは殺してるわけじゃないから、ね、アイテムプリーズ。おおこれなんだっけ。あ危険マークが出てるよ。てかめっちゃ風吹いてるし。こいつ動かない。ちょっとずつ進んでいくか。27。本当にちょっとずつしか進めない。こいつはいいや。呼び行こう。あれゼロどうなってるって動いてるか。イエーイ飛ばされて向こう岸に行けるはずだ。俺の計算が正しければ。シュタッ。あれシュタッ。おおなってるなってる。いいねこれで。こいつらめっちゃ変なとこに飛ばされてるし。アイテムをゲット。金か。まあ金は大事だからな。マックスどうだ。倒せんな。グッバイ。しかもクリティカル105。決したか。異常な強さ。こいつ何兵？すげえいっぱい持ってんな。何なんだ。カメラって多分太刀打ちできねえんじゃねえか。死ぬ恐れがあるなやっぱり。こいつ大丈夫か。さ
さあお前も資格を見せてみよう。人痘の下で戦う人物足りえるか。この私に証明してみせればいい。いや全然相性悪いよ君。素早さが下がったのかな今。あともう一人エリーゼを毎回ちょっと再度かけても無意味だからな。もういいんじゃないかこいつらだけで。回復してくんのかよ。 16×2、32。あっぷんねー。武器を変えてくるとはなんて卑怯なやつだ。あれこっち来ちゃった。こっちで攻撃してみよう。3。このターンで決まりだな。来たかミカミッツ。さあ私に証明してみせろ。お前が人痘を雇の神を持つにそうしい戦士であることを。俺にはずっと迷いがありました。自分が伝説と呼ばれる刀を持つことに。だがここであなたに認められたらその迷いを断ち切れる気がします。行きますよフーガ様。ファイヤーだけどね。雇の神は使いません。いやだってこっちの方が使いやすいもん。最後エリーゼで決めようかな。大丈夫だよね。子供にやられる屈辱。ってか超強い29とか言って見事だ。子供にそんなこと言ってもね。よし秘伝の書。最近そりゃドーピング剤使ってねえな。ドーピング剤って本物のドーピング剤。あ、制圧しないといけないんだ。めんどくせえ。見事であったミカミックス。そして共に戦う者たちよ。お前たちには確かに雇の神にふさわしい資格があるようだ。雇の神にふさわしい資格が。イエーイよかったお前どうしたんだ。急にへたり込んだりして。いやなんだか安心して力が抜けてしまった。俺は今までずっとこの道を進んでいいのだろうかと。こんな俺が救いをもたらす雇の神に本当にふさわしいのかとそう思い続けていたから。ミカミックス大丈夫だ。ミカミックスお前の力は本物だ。お前ならたとえどの国の戦士だったとしても最後には必ずや正しい選択をし正しいことにその力を使うだろう。ありがとうございます。仕方ないな。フーガ様が認めるのなら私もお前を認めてやろう。ああ月読みもありがとう。よいか。次は負けたりせぬぞ。私は戦が決するまでここで鍛錬を積むこととする。だから全てが終わったらまた私と手合わせしに来るがよい。わかった。そのためにも一刻も早く戦争を終わらせてこよう。うん。楽しみにしておるぞ。では村の出口まで案内しよう。私についてこい。早っ。いい。ここから先はいよいよ白夜王国の王都が近くなるわ。きっと今までよりも厳しい戦いになる。気を引き締めていきましょうミカミックス。ああ立ち去るのは相変わらず早いよな。てかまたメイドがやられちゃったよ。もううちのメイド全滅しました。というところで、20章終了したいと思います。